それではニューラルネットワークランゲージモデル for Chinese Pin Input メソッドエンジンということで、自然言語処理研究室の西山から発表を始めさせていただきます。今回の内容なんですが、ニューラルネットワークモデルを用いた IME の構築をお話しします。でバックオフ N グラムモデルというの言語モデルというのが今まであったんですけど、それに対してより高性能な IME を構築したいというのが目的です。最終的には従来の N グラムを用いた手法に比べて高い精度を獲得できました。まずはじめに皆さん、お使いのと、IME について簡単に説明したいんですけど、IME というのはインプットメソッドエディターということで、キーボード入力を何らかの、まあ、言語に、変換するためのものです。まあテキストを、まあ、入力すると、まあ、ウェブサイトだったりとか、まあ、何でもいいんですけど入力の時に使われるシステムになってます。スマートフォンだったりパソコンだったり皆さんが普段使うものは全部だいたい使われていると思います。で多くの中国語の IME がここでピーンというその中国語の発音表現というのがあるんですけど、そのピーンというものを IME に採用しています。でこのピーンというのがだいたい500種類ぐらいあるんですけど、この500種類のピーンから約6000種類の中国語に変換する必要があります。でその際に、まあ、どの中国語に変換するかというので曖昧性が生じます。で先行研究ではこのバックオフ N グラムモデルというのを使って、PME、じゃなくて、ピーンの IME をだいたいこれで今までは使われていました。でまたニューラルネットワークランゲージモデルというものはあるんですけど、これは IME として利用するには出力にすごい時間がかかってしまって、だいたい1分あたり10秒ぐらいかかるらしくて、それだと IME としては実用的ではないということなんですが、先行研究で別のタスクで音声認識とか機械翻訳のタスクなんですけど、ここではこの高速化についての先行研究がありまして、その内容というのがそのバイグラムと、N グラムモデルとニューラルネットワークモデルを組み合わせることで N グラムモデルの確率をニューラルネットワークで計算しておいて、その計算された確率を使って N グラムモデルを実装する、 N グラムモデルで実装するというのを行っていました。でここから内容なんですが、ピーンの IME モデル、これまでの IME モデルっていうのは計算過程に大きく3つありまして、1つ目がピーンの分割です。これはもう基本的にはルールベースでも、大半がカバーできるので、今回もこのルールベースを用います。で候補となる単語を取得するというのは、大体このもう辞書が出来上がっているので、これも辞書から単語を取得します。で最後の候補文の生成なんですが、で候補文の生成には、まあ、N グラムモデルなんですけど、こちらの単語の遷移確率、1個前の単語が来た時に次の単語が来る確率、次のこの WI という単語が来る確率と、すいません、単語 WI、 今見ている単語がこのピン、あるピンに対応できる確率っていうのを掛け合わせます。でこれの最大値を取っていきます。まあ、具体的に言うと、これはもう候補となる漢字なんですけど、この候補となる漢字の中でさっきの確率が最も高いものをこうルートをたどっていくと、最終的に文がちゃんとこう漢字に変換されるというか中国語に変換されるという手法を取ってます。でこのバックオフ N グラムモデル、言語モデルというのは、一つ前の単語の重みを考慮したモデルというのがありまして、4層のニューラルネットワークなんですけど、これが N グラムですね。この N グラムをワンホットベクターで入力してあげて、ちょっと次元が大きすぎるのでここで次元を圧縮して、あとはまあ隠れ層に入力するんですけど、ここで出力がこうある状態、一つ前の状態が来た時の次の単語の確率ということで、さっきの N グラムだと一つ前の単語が来た時のしか状態として持っていないので、こちらの方がまあ、そう単語だけじゃなくてそのベクトル化した時の、まあ、なんかニューラルモデルでなんか学習してくれるんじゃないかっていうのがこの HJ というのがその一つ前の状態になってます。でこのモデルを使ってもやっぱりそのニューラルモデルを使っている以上は計算コストが非常に大きいというのが問題なんですが、まあ、先ほど申し上げた通りこのモデルを使って、ここはちょっと式は違うんですけど、この確率をWJ が来た時に、一つ前のこの単語が来た時にこの WJ になる確率というのをここで N グラムの確率をこれで上書きしてあげます。そうすることで計算されているのは確かにニューラルネットワークで計算はされているんですけど、実装するときは N グラムモデルなので計算は早くなるんじゃないかというのが今回の内容になっています。で実際の実験なんですが、中国語のコーパスで人民日報というものから抽出していて、各単語ごとにもうすでに単語分割済みのものに対してピンが付与されているデータになってます。でこれが全部で、まあ、これくらいあります。でそれぞれ、訓練データと、デベロップメントとあとテストデータになってます。
で先ほどの、ピンから中国語に候補を挙げる必要があるんですけど、その候補を、こちらの先行研究の辞書を使って91万語ぐらい入ってます。で実験になるんですが、実行時間を各モデルごとに3回ずつ計測してます。これが、従来のモデルですね。でこれが、さっきのニューラルネットワークモデルで、今回のそのニューラルネットワークモデルの確率を、N グラムに投影したものがこちらになってます。その結果から言うと、従来のモデルはまあ大体16とか17秒ぐらいで、今回のモデルも同じような16、17秒ぐらいで、ニューラルネットワークモデルはその100倍ぐらいかかっているっていうのが分かると思います。で今回の手法は速度でいうと同じぐらいでした。あとは N グラムなので、今回はモデルの複雑さをパープレキシティというので比較しました。その結果ベースラインとなるのがトリグラムの N グラムモデルの N グラム言語モデルなんですけど、それが202ぐらい で低ければ低いほどよりこうモデルとして簡単になっていて、解きやすい問題になっているっていうのがこれで表されているんですけど、今回の提案手法でいうと196ということで、若干なんですけど、より簡単になっている。ただその簡単になったからといって IME の性能が向上するとは限らないので、もう一回実験を行って、IME として利用するときに一番大事なのは、その候補文が正しい候補文が、ランキングの高い部分に出てくることが重要なので、第一候補文の文としての正解率と、上位 10候補文での正解率、あとは第一候補文に含まれる単語の正解率っていう、この3つに絞って今回は比較を行ってます。その結果なんですが、ここが、テストセットを10キロで、ここがテストセット400キロで、実験してるんですけど、テストセットが少ない時も多い時も基本的にはベースラインのこのトリグラムに比べて、今回の提案手法の方が性能が全てにおいて高かったということでした。また、テストセットっていうのは、このテストセットの中身がこれが、1文あたりに含まれる、ピンイン文字の、長さの分布なんですけど、だいたい0文字から5文字、0文字っていうのはちょっと分からないんですけど、5文字までが、だいたい4分の1ぐらいで、残りは基本的に10文字以上という、非常に長いピンインのものが多いんですけど、提案手法ではこちらが、1が、前回の、今までの N グラムモデルと、同じというか、比較して何倍良くなったかっていうのを表してるんですけど、0から5文字と5から10文字は、少し性能落ちてるんですけど、この10文字以上に、対しては基本的に全て性能が向上していて、テストセットの中身が4分の3以上10文字以上っていうのがある、あるので、基本的に10文字以上の文字に対して性能が高い今回の手法の方が、少なくともピンインの、IME には向いてるんじゃないかという話でした。まとめになります。ピンイン IME の性能向上に向けた取り組みを行いました。従来はトリグラムの N グラムモデルだったんですけど、今回は ニューラルネットワークを用いた性能向上を行いました。ただし、ニューラルネットワークは非常に出力に時間がかかるために IME に向かなかったんですけど、あらかじめニューラルネットワークで N グラムモデルの確率を計算しておくことで、実行時間を従来と同程度に抑えながら IME としての性能を向上させることができました。以上で発表を終わります。